三重県立四日市高等学校は三重県四日市市と田た4丁目に所在する公立の高等学校。通称は4校。全日制の普通科、普通科国際科学コースとともに2005年まで通信制も設置していた。1974年から1995年までは三重県立四日市南高等学校と学校群制度を組んだ。 2014年にはスーパーグローバルハイスクールの指定を受けた。2018年にはスーパーサイエンスハイスクールの指定を受けた。文部領道をスローガンに学問と部活動の両立を目指している。教育方針は勉学と運動の両立を目標とし個性の伸長と品性の投与に努め、もって我が国及び国際社会における優位で心豊かな人材を育成するである。 学校群制度廃止後に徐々に実績が回復し2010年代初頭に都高校を上回った。近年は三重大付属からの進学者も迎えている。21世紀以降は東京大学合格者が国際科学コース在籍生徒を中心に10名前後にまで増加し、京都大学へは毎年20名前後、名古屋大学へは40名前後の進学を果たしている。 年度も見られる。浪人後に南関大学を受験して合格する者も,も見受けられる。佐々木信純作詞、広田龍太郎作曲。歌詞は3番まである。1番では伊勢の海の音を聞きながら学ぶ様子が、2番では真理を求める学生と鈴鹿の山が、3番では学生の意思と4校の目標が歌われている。8両生と定められている。三重県。 第二中学校の校章の中央に記された二中の文字を校に置き換えたものである。希望に輝く和コードの多方面に発展しようとする情熱をかたどり、中央の校はその和コードたちの固く団結している学園を象徴しているとしている。1948年の三重県立四日市高等学校の設立に伴い通信教育実施校に決定し、 通信制課程の募集を開始した。当初は制度や教材の不備などもあり、大半が中途退学していたが、学習進度表、認定試験、スクーリングなどが定着するにつれて徐々に卒業者が増加した。1957年には通信教育のみによる卒業生が誕生した。1959年からは合宿スクーリングが開校されたほか、 協力校の設定、東海三健交換会への参加、クラブ設置、生徒会の設立などによって教育環境が整備された。1962年には集団入学が開始され、翌年随時入学が廃止された。集団入学は1997年に東洋盲石株式会社在籍の4名が卒業するまで続けられた。また、1975年には、 国立療養所鈴鹿病院のスジジストルフィー患者の入学を認め、傘ボル学級が誕生した。これは1989年に三重県杉の雇用護学校高等部が設置されたことに伴い廃止された。全日制と通信制の生徒の間にはほぼ交流はなく、文化祭も別々に行われていたが、卒業式は全日制と一緒に行われていた。 通信制普通科が設置され、定員は300名であった。2006年に三重県立北西高等学校の設立に伴い、募集を停止した。家庭科室のある建物は1986年に宿泊施設として整備され、1クラス分の生徒が泊まることができた。1年生の春には、ここを利用してクラス単位で校内合宿が行われていた。なお、 現在は改装され行うことはできない。1955年に高校単独としては全国初の生活共同組合を設置したが規模が小さく経営難のため1998年に購買部へと移行した。駅から徒歩1分と日本一、最寄り駅から近くアクセスが良い場所に立地している。あり